まあ、100メートルでまず銅メダルを獲得することができて、まあ、結果的に自己記録には及ばなかったんですけど、それでも一生端のコースから一生懸命泳いで、その頑張りが、銅メダルにつながって、まあ、本当に嬉しかったです。でその勢いのまま200メートルもしっかり自分のレースを、予選からすることができて、まあ、決勝に残って、まあ、タイムもしっかり上げて日本記録タイという結果で、まあ、ソニ選手には負けてしまったんですけど、それでも、自己記録を大幅に更新して銀メダルを獲得することができて、もう本当に今とても嬉しいです。今回自分の目標であった100メートル200メートル個人種目でともにメダルを取るということは達成できたんですけども、やはり試合が経つにつれてやはり金メダルを取りたかったなという気持ちがすごく強くなっています。この気持ちをしっかりと保って4年後のリオでしっかりとまたいい色のメダルが取れるようにこれから頑張りたいと思います。僕の種目は初日の一番日本代表の種目初めの種目として泳いで、日本代表のチームに勢いが与えられたらなというふうに思って泳ぎました。予選から日本記録で泳ぐことができて、決勝でも自分らしいレースで3番という順位になることができてとても嬉しいです。でも世界との差はまだまだあって、バタフライが弱い部分があるので、これからしっかりとそこを強化していってもっと戦える選手になりたいと思います。やはり金メダルを狙っていたので、今は悔しい思いがあります。まあ、どっちかというともうちょっと変わって帰ってきたかったなというふうに、思ってます。あとはまあ今はこれからどうやって生きていこうかなというふうに考えてます。行く前はもうオリンピックのことで約2ヶ月間日本から離れていたんですけども、どうやって試合で結果を出すかということでとってもずっとずっと頭がいっぱいでしたが、もう今はもう気持ちは本当にほっとしていて、このチームで戦えてよかったなという気持ちでいっぱいです。あと応援メッセージたくさんいただいて、本当にオリンピックパワーっていうのはいろんな人に感動を与えることができて本当に素晴らしい、最高の舞台だなと改めて感じました。まあ、行く前は目標としていた結果っていうのを想像しながら帰国している風景を、想像してたんですけども、まあ、だからこそ今ここにぶら下げている銀メダルの重みがすごい今ひしと感じています。それとまあこれからの人生どうしようかなって今考えています。下の方みんな笑顔でお願いします。はい、じゃあもう一度正面お願いします。もうちょっとごめんなさい、こちらもください。すいません。はい、でメダルちょっと持ってもらいます。こちらお願いします。